ニーヤレプリカントバージョン 1.22474487139 18回目、2週目のプレイ始まっております。前回はまさかのサウンドノベルで1時間というですね、なかなかすごい演出をぶち込んできた2週目のスタートだったんですが、とりあえず普通ぜ、1週目と同じくデボルさんに話をして、よ、意外だな、もう声をかけてもらえないかと思ってた。いいえ、この辺は1週目と同じっぽいんだけど、まあこのゲームのことだから、どこに2週目要素をぶっ込んでくるのか全く分かんないんだよね。そうだな、油断できないな。じゃあポポルの元にも行ってくれ、魔王のことで話があるそうだ。ええ、今から会いに行きます。それとなんだ、これから鍵集めになってくると思うんだよね。昨日は取り乱してすみません。お前が謝る必要はないさ。誰だって仲間を傷つけられると腹が立つ。前回のサウンドノベルもそうだけど、カイネさんとエミールが野宿している描写すごい好きだったな。ちゃんと伝えておきます。あ、歌ってる。この曲もさ、やっぱデボルポポル戦を迎えた後だと本当なんか、あ、胸が締め付けられる。ムービーで見るとめちゃくちゃ美人ですよね、デボルポポルさん。あの魔王の城突入後のムービーすげえ美人だった。さあ、それじゃあポポルさんの元へ。あ、でもやっぱサブクエは全部終わってる感じだね。その辺しっかり受け継がれてるんだ。受け継がれてるというか、うん、終わった感じになってんだね、1周目のね。ポポルさん、あ、昨日はごめんなさい。どうして、あなたは何も悪くないわ。あのカイネさんとエミールを村に入れることはできないというね。村のみんなのためなのに辛く当たってしまった。優しいのね、ありがとう。気にしないで。そういえば何か話があるとか聞いたのだが。ええ、石の神殿があったでしょ。あ、そうだ、石の神殿に行ったところだな。行って、魔王の居所はそこと繋がっているらしいの。 そこで最初の石板が見つかるんだっけ。どれもと暮らしか。でもあそこに渡る橋は通れなくなってるんじゃ。船で行けばいいわ。はいはいはい。ようやくサブクエ片付いてるからね、整備されたの。もう一気にメインクエ一直線で、もうこっからは RTA の気分で一気に駆け巡っていこう。石の神殿の裏側の道にも船を出してくれるよう頼んでおいたわ。船頭さんに言えば無料で使わせてくれるはずよ、うん、これで町の間の移動も楽になると思うんだけれど。ありがとうございます。ポポルさんにはお世話になりっぱなしだよ。船ね、本当に感謝してる。じゃあ、あ、なんだろう、今のポポルさんの沈黙、なんだろうね、本当やっぱ一周目終えた後だと。気をつけてね、本当に。なんだろう、気をつけて。なんだろうな、気をつけてね、本当に気をつけて。でもやっぱそのデボルさん、ポポルさんも完全に、なんだこの人。ああ、ここまでの段階のものしかないのか。なんだろうな、なんて表現したらいいんだろうな。デボルポポルの姉子は、あれ、今日はポストは空っぽでした。明日はお兄ちゃんからお手紙来るといいな。これ初めて見たな。ロード画面もちょっと変わるのか。船着き場には門の上から行けるな。うん、水路か、ようやく完成したのだな。そうね、これで走り回らずに済むようになるといいが。移動が早くなればそれだけ早くヨナに近づけるってことだ。遠慮なく伝わせてもらおう。ここから上に行って、あ、武器屋増えてたりするかな。まあいいや、今度後で見てみよう。お、
あ、赤いカバンの男じゃん。懐かしい。やあ、久しぶり。僕のこと覚えてるかな。お前死ぬぞ。言っちゃなんだけど、お前死ぬぞ。海岸の町の喧嘩夫婦の。ああ、久しぶりだな。あれからずっと水路の整備をしていたんだけどね、仕事を認められて、船頭を任せてもらったのさ。すごいじゃないか。おめでとう。ありがとう。まあ、忙しくなった分、妻との喧嘩は絶えないけどね。その話はいいから、石の神殿へよろしく。ものすごい声小さくなってない？なんで？石の神殿への裏道。ほい。この赤いカバンもね、ナンパ船が来ちゃうとそっちにホイホイ行っちゃうからリンゴ10個食べちゃダメだよ。いろいろ忠告したいんだけどさ。この洞窟の先に石の神殿があるよ。そしてその先に魔王の城か。行くぞ。おう。とじゃあ普通に進むか。なんかね、2周目っていうことでBGM 変更ができたりだとか。あ、お兄ちゃんが寝る前にお話してくれました。赤いカバンのお揃いの夫婦の話。そんな話しちゃったの？あ、ほら来た、なんか新しい要素。グレーテル、ヘンゼル。なんだお前たちは、喋ってんじゃん。夜泣きがらしい不良品どもが。わしはお前たちとは違う、違うんだ。はあ、なんだろう、今の超意味深描写。ヘンデルとグレーテル。なるほど。なんだろう。とにかく行ってみよう。そうそう、そんで2周目ってことで BGM 変更ができたりだとか、あとおそらくサブクエ的なものだと思うんだけど、亡き母の謎めいた日記っていうものが解放されたらしい。なんか自宅の棚を調べるとそれができるみたいなんで、ちょっとメインクエが一段落ついたらへんでやってみようかなと。鍵集め終わった後がいいか。鍵まではもう一気に行っちゃおう。ほい。こうひたすら上へと。もう言うても今レベルなんだっけ。レベル34だよ。めっちゃ上がってるよね。うん、やっぱあのロボット山が効いたねロボット山であの地獄のチタン集めをひたすら堂々巡りさせられたのが効いたと思うな。レベル上げ作業みたいなものはしてないんだけどね。あ、でもね、ちょうど確か石の神殿だったと思うんだけど、この今使ってる不死鳥の探検に必要な、強化に必要なアイテムの割れたイヤリングを落とす敵がいたんですよ。だからそこをちょっとね、倒して、アイテム素材集めはしたな。グレーテル、またお前らかも。私に構わな。シロの書を奪われてしまった。ヘンゼルも死んだ。ヘンゼルってもう一方のあの青い方か、相方か。もう私の存在する意味なんてない。この声は魔物語みたいなもんなのかな。もう終わったんだ、放っておいてくれ。お前たち、いやなんかこう魔物側のストーリーが描かれていくっていう感じかな。あなんかより魔物と戦いづらく。あ、キュラン。嬉しいだろ、カイネ。キュランが喋ってる。カイネについてる魔物だね。話しかける。キ
ュランこんな声だったんだ。殺しがしたくてうずうずしてたんだ。へー、テュラン喋るんだ。こいつだったっけな、素材落とすやつ。こいつじゃないか。こんな風にテュランが喋ってたんだね。とにかくひたすら上へ上へと。ここだよね、この辺を。あーでもまあレベル上がってるからすげえやりやすいな。この辺はねやっぱ強くてニューゲーム、これでこれだけで死ぬもんな。あいつも殺そう殺そう魔物側への感情移入はどうした。でも人間なんでしょ魔物が。こうして、ああこれめんどくさいな。こうして左を下に下ろして、これも下に下ろしちゃえばいいか。よし、サクサクと進んじゃおう。お、これまた確かにさ、魔物倒した切った後になんかみたいな、なんか魔物語を喋ってるんだよね。これただの効果音かと思ったけど、あれ喋ってんだな、なんかなんか言ってんだよねきっと。ここは上に進むんだったっけ。あ、いや違う、行けないから、ここも横から入ってここか。グレーテルの場所へ急ぎましょう。あーこれめんどくさい。右に寄せーの、こうして、あれ、あ、いいのか、横やって下、うん、一番右に寄せちゃえばいいのかな。いやでもこれ配置は一周目と同じだよな。あ、いや、あ、違う、もう一個奥に、あ、奥行ける、奥行ける、こうか。これでよし、 OK。 あ、めんどくせえめんどくせえこれ。この辺は下げちゃって、これも下げる。ほんと倉庫版だな。よし、これでいいでしょ。先へ急ごう。あれ、帰れ帰れっつってるじゃん。なんだこいつら。何か通常の魔物と動きが違うようだが。体の機能が完璧でない者たちか。そういえば聞いたことがある。うわ、チュランが喋ってる。俯瞰全体の魔物が集まっている場所があるって。こんな風にカイネはいつもチュランと話してたんだ。よいしょ。うわー、いっぱい出た。これがその俯瞰全体。
の子たちなの。うわー、もうなんかめっちゃ殺しまくっちゃってるけど人間だと思うとさすがにちょっとおーってなるな。これどうしよう。こうして奥に押し込んで、これも奥へ。よし、奥押し込みの、下下げて、よいしょよいしょ、これを奥へ。よし、ついでに木箱も壊していく。薬草か、薬草はもういいや。いっぱい出たね。あ、もうあっさり、あっさりじゃん。ほらほら、もうザックザック、うわザックザックだよ。うわっと、まだ出んのね。これで OK です。ん、開かない、開かない。あ、開いた開いた。これで正面の扉行って中庭に、あーもう一気に溜めてから一撃じゃない？ドーン！あ、いいね気持ちいいね。なんか落とさない？穴も落とさないや。あ、でここだ、こっちだ。よし、これで外に出て屋上へ。お、あ、出た、また。私はお前たちを見下していた。不完全なままゲシュタルト化されたお前たちを、うん、セリフ付きで欲しいな。だが自分がこうなって初めてお前たちのことを認め語らうことができた。よかったと思っている。本当だ、このままお前たちと。何の音だ。はあ、いやボスと戦いづれえな。なるほど、こういう側面が描かれていくわけね。魔物には魔物のストーリーがあるんだね。カイネ、エミール、今度から俺も野宿するよ。お、野宿トーク。なぜですか？お前らだけ村に入れないなんて、やっぱりどう考えてもおかしい。不自然だ。抗議運動というわけですね。やめておけ。けどこのままじゃ俺の気持ちが。ではその気持ちだけありがたくいただいておきます。エミール、この大事な時期に慣れない野宿で体調を崩したら大変ですから。それに僕、カイネさんと二人きりでする野宿、割と気に入ってるんです。前回の野宿イベント良かったね。そういうことだ、邪魔するな。よし、着いた。蹴散らすぞ。はいはい。あ、でもここにいる子たちってさっきグレーテルと話してた子たちかな。倒したね。よし、じゃあ先進もう。こうしてこいつの元にね、なんか別に何の感情も持ってない塊なのかと思ってたけどさ、このボスなんかいろいろあるんだね。
そいつらに手を出すな。そんなこと言ってたの？守ろうとしてたんだ。貴様ら。うわ、何ですか？いっぱい出てきた。お前たちは歯が立たない。そんなん言ってたんだ。魔物は光に当たると知るぞ。おびき寄せろ。さすがはザコ。でこのちっちゃい子たちは守ろうとしてんだね。あの石像がボスだ。皆を操ってるぞ。ボスなものか。頼っているのは私の方だ。うわ、すげえ切ないセリフを。助けられたのは私の方だ。私の仲間に手を出すな。そんなこと言ってたのか、グレーテル。切ない。泣かせるね、笑わせるね。で、分かってんだ、デュランは。デュランじゃない、チュランか。殺しまくっちゃってる、殺しまくっちゃってるけど、切ねえなあ。やばい、倒せちゃう、倒せちゃう。切ない。なんか切ない。倒しちゃうよ。でもこの後って確かやったか。そうそう、この槍がね。私の仲間なのだ。ぐしぶといね。あいつも頑張るね。くさくさくさ。おい、まさかあのでかいのに同情してるんじゃないだろうな。俺たちはもう引き返すことなんてできない。血を求めて殺戮に走るしかない。俺たちには戦いしかないんだ。そうだろう、カイ。そんなこと言ってたのかよ。はい、一気にやっちゃいました。カイネさん。カイネ、ここでテュランが何を持ってた。チ、何やってるんだ。カイネさん。いいから動けよ、この腕が。不完全な私たちは仲間がいるから完全になれる。うわ、切ないこと言ってる。倒したくねそっか、相方を殺した後にあのちっちゃい子たちが、仲間たちができて。ただのボスじゃないね、これ。これ多分今までのボス、これからも戦うボス、みんなこういう話が入ってくるんだろうな。今傷の手当てを。この傷はもはや、ダメです、カイネさん。デュランが。なんだこれは。カイネ、お前も終わりだよ。カイネさん、カイネさん。なるほど、これでこの後魔物化したカイネとの戦いになるわけか。魔物化というか、あれはテュランなわけだね。
おお、出た。なるほどね、そういう流れなんだ。カイネさんの魔物が叩き落とすしかないようだな。カイネさん、正気に戻ってください。ほら、叩き切ってやるよ、ほら。あ、もう倒せちゃった。さすが強いな。やれ。カイネさん、カイネさん、カイネ。私は力を抑えることができなかった。もうお前たちとずっと一緒にいますよ、僕は。また魔物化したら今みたいに止めます。何度だって止めます。何度だってカイネさんに戻ってきてもらいます。僕、カイネさんがいるから野宿も本当に楽しかった。本当野宿推しだね。カイネさんが褒めてくれるからこんな姿でも生きていられるんです。僕、本当はとても弱いけどカイネさんといれば強くなれるんです。頼ってばかりの僕だけどカイネさんの仲間なんです。勝手に去らないでください。泣くな、エミール。ありがとう。いやー、この BGM とカイネのありがとうは来るんだよな。だ、やっぱ傷がすぐに塞がったのもチュランのその魔物としての力が作用してるのかな。あそこは。おお、これで鍵か。うん、これは何だ。一つ目さあ、読めないな。読めないものはポポルさんです。ポポルにでも聞いてみろ。いや、でもこの石を全部集めて魔王の城に行くってのも全部ポポルさんの手の上で踊らされていたというか、分かりきってたことだよね。なんとかなりそうか。これは魔王の城への封印を解く鍵みたい、うん、ちょっとこれを見てもらえる？分かる範囲の言葉を書いてみたの。手に入ったのは石の守護神という部分の石片。めっちゃ詳しいのはやっぱ全部知ってるからっていう。石の神殿にあったことを考えると、いや、でもなんか根っからの悪人に思えないんだよな。意味があると思う。あと4つの石片がはまりそうな場所があるんだけれど。あ、これ全部行かないとダメなのか。記憶する気。もうロボット山には行きたくなかったけど。ケルベロス。このうち機械の断りは多分ロボット山を示していて、記憶する木は神話の森かしら、うん、あとの2つ、いえ、中世のケルベロスは何のことを言っているのか。なるほどな。各地点のでかい魔物を倒して、そういうことよ。順番に言葉を埋めていけばいいわけだ。でもレベル上がってるから本当早いな。ていくと魔王の元に行くためだ。それに相手は魔物、構わないだろう。けど危ないわ。さらわれたヨナの方が危険だ。でもヨナちゃんは生きてる、絶対に生きてる。ああ、なんだろう、ここの沈黙もすげえ意味深に捉えちゃう。考えすぎかな。とりあえずロボット山と神話の森に行ってみます。わかった、気をつけてね。あんまり無理をしないでね。いや、ポポルさんがこうやっていつもさ、無理をしないでね、無理をしないでねって。カイネさんとエミール君のことなんだけど、ちょっと止めようとしてる気持ちもあるんじゃないのかな。ポポルさんの優しさというかさ。本当は町の人も感謝しているの。ただ態度や、でも止めるわけにいかないもんね。すぐに変えられる人は少ないわ。少し時間をちょうだい。私も努力してみるから。はい。この後確かロボット山に行くか神話の森に行くか選択が出るんだよね。どっちから行きますか。まあ順番は
特に変化は何もないか。じゃあロボット山ロボット山行くか。ポポルさんがロボット山に鍵がある。ロボット山も2回行かなきゃいけないんだよね、確かね。兄弟に聞けば何か情報を得られるかもしれぬな。そうなんだよな、2回なんか、最初なんだっけ、チタンだっけ。ん、チタンじゃないな、なんか材料を取ってきて撤回、武器の撤回を作ってくれって。ん、お酒って美味しいのってレボルさんに聞いてみたら最高だって、いつか一緒に飲もうって言ってくれました。いやー、デボルパポルさんの二人と一緒に酒を飲む夜中、いやー、そんな平和な風景も想像してしまうな。うわ、いっぱいいる、魔物がいっぱいいる。うわー、殺します。なんか会話が発生しないかなと思ったけど、なんもないか。チュラン、なんもないか。ロボット山向かいましょう、そんなら。おい、ちょっとこの辺、よいしょ。もうこの辺は相手にせずとも。そうだ、そんでロボット山行って不死鳥の探検を強化したかったんですよ。あの割れたイヤリングを石の神殿でゲットしたんで、そこら辺をちょっとやりたいな。よし、それじゃあロボット山のボスってなんだっけ。でも普通にあのロボットじゃなかったっけ。あ、いや違う、ロボットに魔物乗ってた。多分その話になるかな。あ、おお、どこ行った。え、逃がすな、ここで仕留めておくんだ。うわ、もう親子みたいな魔物というか親子なんじゃないこれ、きっと。ママ、僕たち死ぬの。うわ、なんか魔物がちょっと可愛い。あっちが怪しいぞ。おや、男の子でしょ、しっかりよし。自分の足で走って逃げるの分かる。ママはおとりとなって時間を稼ぎます。そんなのやだ。坊や、大きくなってね。こんなエピソードがあるの。ママを覚えていてね、忘れないでね。ママ一緒に逃げよう。ママ待って。見つけた、いたぞ。あー、なんてこった。ママ嫌だよ、嫌だ。ママ。うわ、切ない。魔物殺しまくっちゃってるけど、こんな話があったんだな。お、そこにロボット登場か。誰？お前、誰？喋った。僕はクレオ。クレオってんだ。君は？露天防衛型ロボット、機械生命体だな。33防衛命令実行中、侵入者直ちに。お前、目から水流れている。魔物って泣くの？泣いてるんだ、だってママが。ママ泣く。ママ、ママは僕の大切な人、どこにもいない、もう会えない、死んじゃったんだ。私のマスターも死んだ、何百年も前に。私残して。マジか、ロボットにまでエピソードある。これすごいな。正確には
874年10ヶ月14日2時間43分生まれた。それからずっと一人で寂しくなかった？寂しい。そのような行動は命令されていない。私は泣かない。僕が泣いているのは死ぬのが怖いからだよ。クレオ、死ぬ。人間に捕まったら殺されちゃうんだ。殺す、殺される。わあ。クレオ、殺される。ダメ。クレオ P33。 いやー、こういうなんかロボットに意志が芽生えるみたいな、こういう展開か。でそれを殺さなきゃいけないわけ、これから。もう何が正義で何が悪なのか。 P33 守る。正義も悪もないな、これ。クレオ守る。仕事。だからあの頭の上に魔物がいたんだな。エミールさんから手紙が来ました。お兄ちゃん強くてかっこよかったんだって。ヨナも見てみたかったな。まあエミールは本当にニーヤ君ラブだからね。ここならいっぱい機会がありそうだね。あ、でこの兄弟の話か。使える機会はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。弟くん、まだこの時は可愛らしかったのに。でこのガシャンと来たのは P33 だよね、おそらく。まずい。でもこれ弟くんのせいだよね。いやまあ事故か、事故だよ。せいとかそういうことじゃないか。ああ、兄ちゃん。お兄ちゃん、やだ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。弟くんがあそこまで病んじゃうとは。やだ。でそれを見ているP33でしょ。ああ。P33。いやでも。いやー、P33は何も悪くない気がする。ああ、びっくりした。大きな音を立てると。今みたいな事故が起こる。侵入者1名、事故で死亡。かわいそうに。あの子たち僕を追ってきたわけじゃないみたいだ。小魔物全然いいやつじゃん、クレオ。ロボット山。うわぁ、これで殺しに行かなきゃいけないんだ。やだな。やだな。いい意味で言うけど、悪趣味だな。悪趣味な展開。本当に。やあ、いらっしゃい。弟くん。弟の方か。久しぶりだな。兄さんは元気か。実は、4年前に事故で。そうであったか。悪いことを聞いたな。いいんです、ちょっと聞きたいことがある。何ですか？ついでに強化したい武器がある。この辺りで魔物の話を聞いたことはないか？しかも普通のやつじゃなく、巨大だったり強力な魔物なんだけど、そういうのが出たとは聞いていませんね。僕はロボットを倒すことだけが生きがいですから。そうか、ならいい。それじゃあな。ちょっと待ってください。なんだ？実は強力な武器を手に入れたんです。
あなたなら扱えると思うんですけど。撤回しろ。これはもう持ってる武器のよう。もう持ってる。すごいメタ発言出ちゃった。良いではないか。おおお。いろいろあるのだ。2回目だから。これは普通にメタ発言として捉えていいのかな。意味深なことを考えずに。しかし見たところ。2回目だからいろいろある。いやでもなんか癒されるね今の発言ね。こういうコメディ部分好きよ。そのままでは威力を発揮できないんです。直せるのか。はい、素材さえあれば、うん、なら素材ってなんだっけ。形状記憶合金だっけ。捨ててしまうにはもったいなくて。行かなきゃダメかな。持ってる気がするんだけどな。素材は形状記憶合金です。多分ね持ってるよ。地下2階にいる大型の敵からしか取れないので。1個あるんだけど多分イベント的には行かなきゃダメかな。こちらが地下2階に行くためのパスコードです。エレベーターで使用してください。うん、わかった。弟くん、必要な素材は形状記憶合金です。地下2階にいる大型の敵からしか。わかった。ところで、あ、強化はどんなご用ですか。強化お願いしていいですか。不死鳥を、不死鳥、不死鳥、あったあった、ほらほらほら、割れたイヤリング2個ゲットしたんですよ。で卵もあるし、よし、レベル3に強化やり、レベル4にするには、あ、でも黒真珠あと1個、黒真珠か、あー欲しいな。もう完全にこれがメインウェポンになっちゃってるから。不死鳥の探検、黒真珠か、海岸の町で取れそうだな。というかあそこ以外で取れた試しがない気がする。また来てくださいね。うん、必要な地下に形状記憶合金ね、持ってると思うんだけど。ありがとう。行かなきゃダメか。よし、じゃあ行ってこよう。あ、ちょっとセーブしてこようかな。セーブしておきます。セーブ完了。よし、ロボット山行きますか。あ、ネズミだ、ポポル。ポポル食え。ロボット山のね、もう地図見なくても目的地が分かるぐらいには行ったり来たりしたから。だから完全にね地形は入ってるから、とりあえずあれでしょっけ。お、もう持ってる。兄は死んでしまったか。もう持ってるって。まだ若かったであろう。出たってことは商売のため危険な場所に。これもう出ちゃっていいんじゃない。ボス的にはトロッコの先を越えた部屋にいたんだよね、形状記憶合金を落とすやつが。これ出ちゃっていいのかな。あ、P33。船とは小物かわいいわ。人や荷物を乗せて水上を行く乗り物。Pちゃんすごいや。Pちゃんって言ってんだ。いろんな言葉を覚えたね。クレオのおかげ。Pちゃんとクレオのこの絆、見てれば見てるほど切なくなってくる。私に言葉たくさん教えてくれた。知らない世界を教えてくれた。僕だってまだ知らないことばかりさ。いつか一緒に世界を回ろうね。めっちゃけなげ、なんか素直ないい子じゃん。一緒にね。そうそう、わーい、楽しみだな。うわこんないい子たちをこれから殺さなきゃいけないわけか。やるせなくなってくんな。あれ、魔物の言葉ってさ、あ、ちょっと待って、ほらネズミだ、ポポル食え。魔物の言葉って一回普通に録音してんのかな、それとも
なんだろう、最初から適当に喋ってそれっぽく加工してるのか、なんか普通に喋ってそうだよね。喋ったのをミャ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 って加工してる、そんな感じなのかな。これはいい素材ですね。あ、形状記憶大きい。いいね、ショートカットできた。早速武器の強化を行いますよ。わがままに付き合ってもらったので今回は無料でいいですよ。うん、でもこれでまた後日来てくれって言われるんだよね。これはだから次どこ行くか。かかりそうですね。次神話の森行きますか。お手紙で連絡させてもらいますよ。ありがとう、助かるよ。うん、完成したら。ありがとう。ところで本日はどんなご用ですか。うん、そっか、ありがとうございます。じゃあロボット山はまた今度来るとし て, て武器の修理には時間がかかるようだが、神話の森行きましょうかね。ポポルさんに話を聞きに行くと砂漠の方行っちゃうもんね。神話の森行ってみるか。ポポルさんが神話の森に何かありそうだと言っていたな。あのやかましい連中の村か。さあサウンドノベルが始まります。一周目と同じかな、サウンドノベルの内容は。ちょっとその辺はどうなのかわからないけど、神話の森ね、行ってみましょう。あれでもあそこって別に魔物がいるわけではないから、ボス的なものは別にいないんだよね、神話の森って。だからこの2周目要素でどう変化があるのかってちょっと想像がつかないな。黒真珠落ちてないかな。黒真珠、黒真珠あと1個あればな、レベル4までいけるんだけどな。イノシシさん一気に、よいしょ。このイノシシで跳ねてるけど、こいつらも人間なんでしょ。でクレオみたいななんかいい心を持ったやつらだとしたら、すごく心が痛みます。はい、森また着きました。お兄ちゃんはユノの誕生日には帰るって言ってたけど、お兄ちゃんの誕生日も一緒にお祝いしたかった。ここは例の夢の村だな。そうだな。できればあの悪夢はもう見たくないものだが。ああ。ああ、村長さん。あなた方ですか。え？最近変わったこと？ああ、でもまあ流れとしては同じか。変な気配がするんですよね。神の木。神の木。ええ。村の奥にある木ですよ。その妙な気配は調べたのか。いいえ。なぜ調べぬ。近寄ってはいけないことになっているので。なぜ近寄ってはいけないのだ。さあ、なぜかはよくわからないです。とにかく近寄ってはいけないんです。妙な話だ。神話の森難しいんだよ、なんか。さあサウンドノベル入りましょう。こういう手合いが多いのか最近は。白も言えたぎりじゃない。哲学だわ。我はこのような言葉で苔脅しをするような。待て、続きがあるようだ。すべての記憶を司る黒き存在、何時も望みし言葉を紡ぐ。望んだことを教えてくれるってことか。それはありがたいけど。これ選択肢出るんですよね。さあ入りました。黒、何もかも塗りつぶしたような漆黒。言葉が散らばっている。様々な言葉、宝石のように転がっている。残された時間は足りない。火は言葉をかき集めながら必死で空を見上げる。こんなはずじゃなかった。すべてを記憶していた。そのために生まれた。そう思うようにデザインされていた。すべてのデザインは滅びるように言葉はやがて球状の星になっていった。例えばこんな記憶。病に倒れた子がいる。小さな男の子。
いやでも同じだなこれ。うん、詳しくは1周目ってことで、1周目もちゃんと読んでなかったような気がするけど、男の子には好きな子がいた。あれ、深緑色の目を持つ健康的な女の子だった。深緑だったっけ。でも確かそこが次の選択で出てくると思ったんだけど、うん、深緑ね、覚えておこう。女戦士、女戦士の話。敵と戦ったり逃げたり食われたりしていた33人の仲間、今では半分にまで減っていた。女の体が揺れている。巨大な敵、空から落ちてきた赤い竜。サウンドノベル、せめて背景欲しいな。背景とイラスト、そうだな、イラスト欲しいな。なんだか神器臭い部屋だな。気はその様子を見ていた。申し訳ない、今それだけしか残ってないんだよ。不意に男たちは聞かなくてはと思った。聞かなくては。おい、見ろ。いくつもの宝石が握られていた。こやつ記憶を食う魔物のようだ。うん。これでいい。なんじら五歩に問う。もう一度、なんじらに問う。よし。ここで言い直す気、ちょっとかわいい。あ、これ深緑や。あれ、これそっか、変わるんだね、きっとランダムで。一周目は群青色だったんすよ。今回深緑だ。そのトラップにはかからないぞ。次33人でしょ。ランジラに問う。あー、33人。そうだ、1周目は23人だったんだ。33。ヨナ、あ、これはどのヨナを選んでもいいのかな。真ん中のヨナにしよう。無事クリア。相変わらず何のこっちゃよく分かんなかった。いやー難しい。これはしかし、魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ、やつらが何を考えていようと。カイネさんのサウンドノベルはすごい好きだったんだけどな。こんな面倒はもうごめんだ。神話の森苦手だな。哲学的すぎるからかな。もう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。よし、鍵ゲット。これで次はどこ行けばいいんだったっけね。さてどうするか。ああ、じゃあロボット山行きましょう。ロボット山の弟から手紙が来ていないか確認しに戻ろう。ロボット山に入るのは嫌だけど、P33 の行方が気になる。あの物語は気になるな。 P ちゃん、ロボット山に直通じゃなくて、一回村に行ってポストを確認しなきゃいけないのか。
じゃあイノシシさんに乗って一気に、はい、村まで、よいしょ。ポスト見たら、でも結婚式の招待状も来てないのかな。結婚式行くのと、あちゃうまくいかない。あと崖の村だよね。おい、行ってみよう。お兄ちゃんにお友達ができたんだって。しかも王様の友達なんだって。ヨナもお友達が欲しい。ああ、いや、ほんと仮面の王様はね、なんかこう大人になってから、言っちゃなんだけど、やっぱフィアーが死んでからすごいいいキャラになってきたなっていう、そんな風に感じるな。最後火星に来てくれたの熱かったわ。手紙が来ているようだな。あ、ロボット山、お願いね。いろいろ世話になってるし、話だけでも聞いてやろう。ロボット山に行くぞ。おいよ。これでロボット山クエが進められるわけだね。あの弟くんにも救いが欲しいね。なんか、お、巨大な卵だ。巨大な卵って結構レアアイテムな気がしますよ。なかなかここで拾うことない。うん、黒真珠が欲しいな。海岸の町、あ、そうだ、海岸の町のあの少女、やたらでっかい魔物のあいつとも戦わなきゃいけないのか。結構やることが多いな、そう考えると。さあ、イノシシさん、イノシシさんよろしく。おい、ありがとう。はい、ロボット山ね。でも今度こそダンジョン行ってボス倒してこないと、ボスというかピーちゃん倒してこないといけないんだよ。ちょ、カイネさん邪魔、カイネさん邪魔だよ。なんで、なんでそんなとこいんの。そうだよな、クレオとピーちゃん倒してこないといけない。これは切ないことになりそうだ。覚悟していかんと。こうね、正直その不死鳥の探検以外を使ってないから、もっと使った方がいいのかな。素材がね、持て余しちゃってるよね。でもこれが使いやすいし、実際強いんだよな。うん、弟くん、いらっしゃい。武器仕上がっていますよ。お、2本目の鉄鋼だね。 ありがとう鉄鋼、その武器なら。なんだ。お二人にお願いがあります。お願い。兄さんの仇を撃ってください。ずいぶん無双なことを思いついたな。思いつきなんかじゃない。俺が武器を作ってきたのはこのためなんです。あいつらを殺せる道具を作りたくてやってきたんです。でも結構逆恨みというか、あいつら、そうです、魔物と一緒にいる大きなロボットです。いやー、やだ、やりたくない。やりたくない。ピーちゃん、そう、さっきも言ったけど、俺そのロボットが感情を持つ系の話とかがすごい好きで、ジーンとくるタイプだから。はい、それを殺せと。心は決まったか。ああ、やってやる。ニーヤ君もさ、魔物なら何でも殺しゃいいってもんじゃないんだよ。やってやるじゃないよ。行くか、ロボット山。これは悲しいぞ。あ、ネズミだ。ポポル、ネズミだぞ。ポポル、ネズミだ。これまたなんかエピソードが入ってくるんじゃないかな、ピーちゃん。あれ、なかった。うん、とりあえずじゃあ、地下2階なんで、この正面の扉ですね、ここからエレベーターを使って地下2階まで、もうこっからは RTA の気分です。最速でボスまで目指しましょう。トロッコがめんどくさいんだよね、途中のね。 T
今日はポスト空っぽでした。明日はお兄ちゃんからお手紙来るといいな。これ毎回ロード画面でヨナの日記が流れるけど、これお兄ちゃん勝手に見ちゃってんのかな。ヨナが5年間いないのをいいことに、ヨナの日記勝手に後回しにして、兄はそれで幸せだったのか。弟が笑ってくれたり喜んでくれるだけで幸せなんだ。それが兄ちゃんってやつ。兄ちゃん、どうしてもアダムとイブの印象が強いんだよな。兄ちゃん、よし、チタン落とさない、チタン。チタン、チタン集めは本当に大変だったな。あ、来ました、トロッコ。もうね、ここはね、扇風機回していこう。扇風機回していけばもう手っ取り早いっすよ。弾を一気に防御できるし、敵が近づいてきたら倒せるしってことで、この辺からよいしょ、ほら楽ちん、これは楽ちんよ。一気にいっちゃおう、このまま。すげえ楽。これは最初からこれ使ってればよかったんだよ。いや、これは多分一番いい攻略法だと思うな。あ、消えちゃった。よし、ここで使おう。そう、この近づいてくる、飛んでくるやつも倒せるし。おい、まだもうちょい、もうちょい持つかな。ここで切れたらちょっと地獄だな。あ、おお、なくなった。おい、 OK、いいね。楽ちんだね。よし、 OK、 はい、行きましょう。で、なぜかいるカイネさん、ここで形状記憶合金を落とす敵が出るんだよね。あれがでも P33 とはまた違う、見た目は同じだけど違うタイプのやつなんだろうな。ここ、ここ、ここから出てくるでしょ。こいつ、こいつ。見た目は同じだよね。あ、一撃。いいね。あ、チタンだ。チタン落とした。よいしょ。いや、でももうさすがにチタンを集めることはないんじゃないかな。不死鳥の探検でチタンがいるってなったら、まあ集めたいけど。これ、あ、チタンだ。いいね、ナイスチタン。ナイスチタンよ。で、これは上のルート、こっちですね。こっち行って、敵をここは上に出てくんだっけ。はい、全部落としてから扉が開くと。よいしょ。でもこの辺も一撃で倒せるな。まだ出てくる、まだ出てくるんだよね。3段階に分けて出てくるっていう。あ、レベル35、レベル35って結構なもんだな。あ、もう終わったでしょ。あ、よし、開いた開いた。一応拾っていくか。拾っていって全部お金に変えよう。つってもお金の使い道もなくなってきたな。サブクエも全部やっちゃったからな。いや、全部はやれてないか。結局あの桃の種できてないもんね。うん、そんなものはない。そんなものはないってことで俺はもう納得してる。しょうがない。わかんない。あれはもう攻略本とか見ないとわかんないタイプのやつだよ。よし。ほっほっ。ここを上に登っていって、魔物が機械と一緒にいるだなんて、どういうことなんでしょう。もうすぐだよ。いいな、何であれ、魔物とその仲間は皆殺しにするだけだ。皆殺し、いや、ニーヤ君はニーヤ君でね、その考え行き過ぎだぜ。
これで1階へ。いやー近づいてきちゃったよ、ピーちゃんたちに。いやー行きたくないこんなにね倒したくないと思う敵は久しぶりのような。あ、ここね、ここを真ん中に落ちる。この穴の下が例のロボットのいる部屋らしいな。いやー行きたくないこのまま行きたくないよ。この穴からか、下がどうなっているかわからんぞ。迂回するのも面倒だ、行くぞ。はい、わかりました、行けー。あーいたーご対面。もう一周目はこれ何とも思わなかったな、この敵に対して。ついに来ちゃったよー、ピーちゃん。あーで頭にくれよー。あー、これやっぱクレオが頭に乗って指示出してる感じなのかな。ちょっとすぐに殺しちゃうと会話聞けないと思うんで、しばらく回避して会話聞こう。発見、解除する。ピーちゃん、あいつか、でかいぞ、気をつけろ。うん、侵入者発見、発見、発見、解除する。解除。ピーちゃん負けないでって言ってる。うわ、魔物がいるぞ。うわ、魔物が指示を出しておる。足を狙って倒しましょう。魔物を倒せ。ピーちゃん負けないで。いや、ピーちゃん負けないでの気持ちあるな、正直。スル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 。うわ、ピーちゃんもうやめて、もういいよ。これ以上戦ったら君が壊れちゃう。防衛、私の処分。君がいなくなったら僕はどうすればいいの。また一人ぼっちになる、寂しいよ。なんだこの戦闘は。魔物が、くそ、あれは魔物だ、魔物なんだ。あ、カンヤさんが戸惑ってる。殺せ殺せ、憎み合え。カイネさん、あ、そっか、声聞こえるから戸惑いがね。じゃあ攻撃入れるよ、入れていくよ、そろそろもう。ほら、いやー、ピーちゃん、ピーちゃんごめん。うわー、やだやだー、ピーちゃんごめん。おっと、半分削って、あ、そうだそうだ、なんか合体みたいのすんだよ。これも一周目は何とも思わなかったな。こんな裏話があるとは。排除する、する、する、する。ほんと上に乗ってさ、クレオが操ってんだろうなって思ってたんだけどさ、むしろもうやめてっつってんだね、ピーちゃんもういいよって。上から瓦礫が落ちてくるぞ、避けろ。もうピーちゃん何するのって言ってる。脱出しようとしてんのこれ。脱出外、世界、見る見る見る。やめて、もういいよっつってる、もう。もう。戦う。切ねえ。逃がすか。いや、逃がしてあげて。逃がしてあげて。いやー。おっと。わ、結構すごい、すごい。機械不正、この深淵なる英知の本に。黙って戦え、クズ神、気が散る。あー、やばい、倒しちゃう、やばい、倒しちゃう、あー、やばい、倒しちゃうよ。
いや、やばくないんだけど。ピーちゃんは僕の大事な友達なんだ。いじめるな。ああ、ピーちゃん、マジか、撃つしかねえのか。ピーちゃん、ああ、クレ、うわ、そうか、クレオに、うわー、うわー、やだ、うわー、いっぱい出た、いっぱい出た、うわー、うわー、やだ、うわー、やだ、すげえやだ、すげえやだ、これ殺すの。でもやるね、一思いに一気に。やっちったー、やっちったよー。何この罪悪感。ピーちゃん、気分悪気分悪い。完全にこっちが悪者。いや、悪者とかじゃないんだよな、悪者とかじゃないんだけど、そう思っちゃうな。ごめんね、ピーちゃん。僕って弱いな。え、ここでこんな会話入れてくる？ずっと一緒にいたかったのに。ああ。クレオ、約束。一緒。ずっと一緒。クレオ、寂しい。ピーちゃん、寂しい、怖い、泣く。ピーちゃん泣いてるのか？お前。で、弟くんが。こんな機会に。いや、弟くんやめてあげて。母さんは。やめてあげて。お前さえいなければ。お前さえいなければお前さえ。なんて悲しい場面なんだ。いいね、人間らしい、実に人間らしい。人間らしい、そっか、人間の本質は憎悪、そういうことか。その辺でもういいだろう。もうやめてあげて。もう狂気だな。これはやりましたよ。こいつがいなくなれば山に入りやすくなる。これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。わかった、わかったから。心が痛い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 。これきつかったね。なんかその強いっていう意味ではなく、非常に辛いボス戦だった。心は癒すことはできぬ。でもそうするしかないんだ。愚かな。そうだな。なあ、鍵入手。そうか。きつかった。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦村に戻ろう。わかった、はい、これで流れとしては村に戻ると、次あの結婚式の招待状が届いてて、今日はすごく調子がいい、お席も出ないしお熱もないからお外でいっぱい遊ぶんだ。ヨナだけが癒しだよ。はあ、あれ、おっとおっと、なんだこれは。それにしても不思議ですね。魔物がどうして機械と一緒にいたのでしょうか。機械に指示を出し協力しておるようだった。いや、協力っていうか、何か考えがあったんでしょうか。あの魔物には、あの魔物は、魔物が何を考えていようと、
殺した方がいいに決まってる。ニーヤ君極端すぎるわ。お前もう殺人狂に見えてきた。サイコパス野郎に思えてきたよ。でそっか、カイヤさんは全部会話が聞こえてるから。そうだな、魔物が機械なんかを守ろうとするなんて馬鹿げた話。でもそうだよな、カイヤさんはカイヤさんでやっぱ魔物を非常に憎んでる。お前たちも気をつけろよ。からさ、うん、私も魔物に支配されると仲間でさえ襲ってしまうからな。違う、カイネはカイネだ、魔物じゃない。こやつの言う通りだ。下着女と魔物は違う。魔物は下品な言葉は使わないからな。お、ナイスジョーク。ぶっ飛ばすぞクソ神。もし魔物に支配されても僕が止めます。今のいいね。そうか、ありがとう。ありがとう、ありがとう、いいね、カイネさんのありがとう。なんかね、すごいジーンと心に来るけど、今なんかもう感情がすごい迷子。ピーちゃんやっちまったっていう、ピーちゃんとクレオ。だからここらにいるさ、ちっちゃい魔物の子供なんじゃないのこれ、みんな。もうもうどうせいっちゅうねん。さあそれじゃあ村に戻って、ポストの確認ですね。切ないゲームだな。おい、ん？あれ？あ、違う、ポポルさんか。ポポルさんのところに行けっていうのか。ポポルさんのところってことは次は海岸の町かな。でもあそこ結局鍵が取れるわけじゃないから。いやでもあそこは悲しいお話がまたありそうだな。もうちょっと今回一回区切ろうかな。疲れちゃった、悲しみの連続で疲れちゃった。ちょっとお話だけ聞いてこよう。多分海岸の町だと思う。次はポポルさん、魔王の城の鍵の情報は何か分かりましたか。うん、そうそう、ちょうどそのことで話したいことがあったの。崖の村は分かるわよね。崖の方か、向こうか。 あの憂鬱な者どもの陰気な村か。はいはいはい、それが最近はそうでもないらしいわ。やべえ、手紙が届いたっていう話ね。崖の村の村長からの手紙よ。うん、村に来てくださいという。いえ、魔王の城の鍵の名前が。これもだからトラップなわけですよね。これ結局誰が書いたの、この手紙って。魔物か、魔物が書いたのか。すごい、さすがポポロさん。しかしなんだか都合が良すぎはしないか。ええ、どういうこと。あれだけ閉鎖的だった村人が商売を始めた。その上魔王の城の鍵の情報まで教えると、ちょっと危険な感じがする。なんかカイネさんの話を知ってからまたあの崖の村に行くと。なんだっけあのガキ大将、気にしすぎ。ちょん切らないとあいつは。それにちょん切ってやろうぜ。危険でも構わない、待っているだけじゃヨナは戻っては来ない。それに魔物がいたら、皆殺しにすればいいだけだ。もうニーヤ君殺人狂だよ、殺人狂。分かったわ、気をつけてね。サイコキラーだよ。まずは村長の家を訪ねてみるといいわ。まずは村長の家ね。分かった、行ってみます。そっか、次は崖の村か。あっちはでも別に魔物ボスが出るだけだったっけ。いやでもまたエピソードがいろいろあるんだろうな。まずは村長の家だな。それじゃあ一回ここで区切って、とりあえず今回はここまでにしておきます。また次回。